あの十万。あ,あ、あのー、じ、十万。十万しか稼げんってやつあるやん。あのー、なんだ、勤続23年で、役職ついて十万え。手取り。ああそれで、これでさ、ね、お前が、お前がバカらなんだとああ。今はね、俺見たけど、ちょっと見たけど、今お前はバカなんだと。ね、十万ああ。お前がアホなんだと。えっ、ー、と、今はね、ネットで、あ,あ,あのネットで、あのー、ウェブ、ウェブの仕事引き受けて、ああ自由に、 なんだ、1本1万、ああ2万で、全然あ,あの、ベビーの仕事全然ありますとああ。で、今は全然自由で、どこでも、どこにいても、ああ島根県にいても、ね、あのー、佐々川島にいてもあああの、ネットで何でも見れちゃうし、どこにいてもネットでしょうと。どこにいてもネットで,で,ああットで何でも見れちゃう。やること一緒でしょうと。ああそういうこと言っ,とってっ で、それに対して、えっと、コメントが、コメントってか、俺、ビッグローブのコメントで見て、見て、あ、うん、いやいや、あの、お前、あの、みんながみんな IT の仕事やるわけじゃねえかと、うん、アホかと、うん <laughs> ほ。ほ、アホかと、うん。で、それでいろいろ炎上しとって、うん。あのー、俺はさ、あれ、あれ見てさ、あのー、まあ、あのー、まあ、では、かなり数字取ると、取るとるやん。あのー、160万回が。<laughs> だから、みんなが牛質を持っとったことをあいつが言ってくれたっていうのはあるかもしれん。うん、そのじよくあるやん。ああいう,ああいうのをよく今までやってさ、結局、アビが悪いと、うん。日本が悪いと。うん、あのー、なんだ、政治が悪いと。うん、手取りが少ないと、うん。それは政治のせいだ、せいだと。うん、今まで散々言ってきて、あのー、堀江が初めてなんかそういうね、あのー、その手取り手取りが少ないやつを批判したみたいな。うん、手取り14万だと。うん あの、俺タクシーやっとってもさ、タクシーやっとっても俺手取りがね、25、6あったな。手取りでやぞ。手取りで25、6あった。しかも地方の三河の岡崎、あの、あの、高田でああ。高田でタクシーやっとって、あの、あの、お前、高田駅の俺お前、じじ、じもう六0七0年、じじでも、ね、たぶん年金もらってるやん。年金もらっとっても手取りで、ね、あの、多分あいつは25、6行ってるぞ。 交代期で、お前、あのじあ、なんだ、地方の、うん。そう <laughs> 役職なんてねえから、あの、タクシー。だから、まあ確かにバカっちゃバカだな、そいつは、うん。<laughs> よくおるよ,おるよな、手取り14万とか16万とかでさ、ニュース、ニュースでよく出とってさ、ね、手取り16万、14万とかで、あの、で、役職ついて、うん。で、政治が悪いとか、うん。あのー、ね、あの、アビが悪いとか、うん。 確かに、俺の言う通り、そいつがバカだと、静弱,弱だと、本当に頭悪いと、ゴミだと、ああのゴミくずでしかないと、うん、確かにそれはそうだ。うん、俺もそれは薄々,薄々気づいててそれは、ねうん、それは確かにおっしゃる通りだ。うん、<laughs> 俺はタ,、ね、タクシーで楽して、楽して25ル手取りでかく稼いでいったわけだから。約、う、束、ん、<laughs> でついて14万というのは逆にすごい。うん、逆に、そ,そ,それそならほ方が逆に難しい。うん まあじゃなくてもさ、あのー、まああの、へばりついてんじゃないそいつが。うん。<laughs> 手取り14万とか言いながら、意外と仕事とか楽なんじゃない、うん、意外とお前、そいつ座って PC 見とるだけだったかも、だったりするかもしれんよ。うん。<laughs> でそてそんなもね、多分きつ,きつい仕事やりたくないんじゃないそいつが。うん。楽して、楽して手取り14、あのか、稼げないかっていうお思ってるじゃないそいつが。<laughs> きつい思いすりゃ結構稼げるもん。だからきつい思いするのが嫌なんだよな。だから、だもんで、俺が毎回言っとるやん。ね、なんで、正社員、正社員の、正社員は、あの、なんだ、トラック運転手とか、あの、肉体労働、あの、道不振、あの、江戸時代で言うと道不振、あの、百姓が雇ったやん、道不振、あの、農作業不振、あの、トラック不振、江戸時代で言うトラック不振っていうのは、あの、トラック、今の、今で言うと、長距離トラック、長距離トラック、 やればさ、手取り35度聞くわけやん。でもそれは結局絶対嫌なわけやん。でもそれ、日本であのニ,ュニュースとかでいう正社員という国には入らんわけやん。あんトラックとのトラック、あの、どかた、どかたの正社員とかある、ある、ハロアであの草の方であるのに、NHK のニュースとか、ね、日テレのニュースという正社員の国には入らんわけやん。 なんで俺はそれ前から言っとるわけやん。ねえ。なんでお前、ち、ち、注釈でさ、注釈でお前書けよ。うん。介護の正社員、正社員とは言ってても、言っても、ブルーカラーの正社員は正社員に、こ,この、ここで言う正社員には入りません。それ、ちゃんと注釈で書けよ。なあ。お前、ハローワークでお前、正社員って検索してみろ。お前、めっちゃくち出てくるぞ。ん。介護の、介護の、護のねあの、じじばばばばばばのうんことに。うん。それ、正社員であるよね。あの、長距離トラックのお前、なんだ、あの、一日、 一ヶ月に、家にあの、一回、一回か二回しか買えないような長距離トラックの正社員あるやんね。何も正社員だ、お前そんなもん。ねだ結局楽しちゃいだけやねんて。うん。だからそういう江戸時代とかでさ、百姓がさ、道伏しんつってさ、ねあのー、今で言う、お前土木作業。を、うん、やらされとったわけやんね、百姓が。うん。で結局さ、あのー、 楽して手取り14万稼ぎたいんじゃないのそれさ。あそんな奴はほんとゴミ、ゴミ、ゴミになって,ていんじゃないのゴミで。お前捨られてさ、土分の中で、土分の中で暮らしがいいんだよ、そんな奴は。そんな奴はもう仕事、仕事が見て、適当な、ま、道の上で、あの、なんだ、あの、わらじ引いて、あの、そこで寝とけ。あでそれでさ、それで一方ね、それ一方さ、ホッコ、ホリエが、お前がバカなんだと。 まあ、ああのー、別の手法を使えば、もっともっとビップにセレブになれると。うん、あのー、俺、それ、それを、それも逆に、あのー、俺は違うと思うんだ。結局、ホリエっていうのは、あの、あいつはブラン、ド圧倒的ブラエンだよね。うん。ホリエはね、もっと稼げるとか、もっとね、あのー、なんだ、あのー、ビップになれるとか、あいつは言ってるけど、あ,あいつ自身は、 ホリエツって圧倒的ブランドや。芸能人かつ経営者。芸能人かつ経営者のあいつは圧倒的には上級国民の,な、ね、あのものすごいセレ,セレブリティやあいつは本当に、うん日本日本の。日本のトップ層のトップランクやあいつははっきり言って、うんねあいあいね。あいつはトップランクにいる人間だからそのホリエブランドで何でもできちゃうわけや。だけど、まあ、その適当、ね、そこらに、ね、道の,あのど,どかたに どかのやつに、が同じことして、全然できるわけないやん、そんなもん。あの、土方とか工場作業員なんて何もブランド持ってないわけだから。テレビでお前。 テレビってお前、もう工場作業員のやつがさ、ねえ、もう、そこら辺のね、あの、四字受けの工場作業員がさ、ねえ、明日からお前、ブログ立ち上げて、ねえ、ホリエみたいにアクセス数稼げるかって。稼げるわけにい,いや、お前、そんなの、いや、そのそ、YouTube、YouTuber になったところで、お前、1日再生回数、お前、8回とか9回だよ、お前、おんあの、2日経って、お前、見てみて、お前、12回とかだよ。ホリエ、ホリエなんて、お前ね、あの、1日、ねえ、8、80万回とか稼げるわけや。 だから結局はね、あの、手取り14万、14万ってなるけど、結局そういう8割9割が大半そんなものやねいや、あの、集団っていうのはあ。日本、日本じゃなくても、うん。大半が貧民だ。大半が百姓だ。<laughs> 大半がね、あの、上弱で、あの、結局手取り14万、18万、20万。そんなやつが8割9割やねん。結局それ、それは、 ねえ、椅子の時代も変わらへんゃやあ。集団。日本人間が集団になって。8割9割のやつが手取りね十14万、16万やねん。あのー堀江、堀江が何を言ったってねあのーもっと、もっと稼げる方法があるっつったって、そんなんできへんやね。ブランドがないやね。あ、あのー、貧民でしかないわけや。あ、あのー、ゴミでしかないわけだ。ゴミくずでしかないわけだ。ゴミくずが何やってもあの工場作業員。あ、あのー、無資格の介護作業員でしかないわけだ。 あの、そいつはそうやって言って、やって死んでいくし、死んでいくしかないわけ。8割人間集団の中で8割、9割の奴が、ね、あの一、うん、一生道無心。一生の農作業、うん。一生は手取り14万、16万の人生で、ね、死んでいくわけや。や灰になっていくわけや。やそれが人間集団、そんなものや。うん。てか、堀江が、堀江が、ね、もっと稼げるだとか、ねえ、あの、ウェビでもっと稼げる、どうのこうの言っても、ね、そんなみんなブランド持っとらんわけや、そんなもの。うん。 俺みたいにね、上級国民じゃね,ねえやけやああ。そんな奴が YouTuber 始めても、YouTuber 始めてもブラ、ブログ始めても、ああああ何にも稼ぎへんやわけやああ。そしたらどう,どうするか。ああ道不振するわけ、道不信するしかないんや。ああ農作業不にするしかないんや。長距離トラック不にするしかないんや。ああ <laughs>